こんにちは、豊さん、はい、韓国戦で源田選手が、はい、あれは帰塁した時にってことですよね。だから月曜日ぐらいだったらさ、うん、そのピッチャー交代の時にベンチに戻らないんだよね。でもその時に戻って、その回終わったら次の回から中野が出てたでしょ。変わってました、まあ、スローイングができないんだろうね。そういうことなんですかね。で実はですね、11日の朝、これ日刊スポーツなんですけれども、負傷の源田選手戦線離脱の可能性高まるということで、どうやら負傷により戦線を離れる可能性が高まったというふうに報じました。中野選手が、まあ、この後の試合、ショートのスタメンということで、まあ、もちろんショートがこの2名しかいないので、もう、まあ、大体2名でやりくりするんだろうけどもさ、はい、ショートのポジションってやっぱ特別だしな。そうですよね。指は早急に関わる部位なので、通常のプレーは難しい可能性が高く、離脱となればその代わりになる選手にどうするかっていう選定に入ることになるというふうにも報じています。いや、もう話をしてるよね、首脳陣は。まあ、俺らの時もオリンピックの話でね、はい、キムタクが怪我したんだよね、はい、肉離れをして、はい、やっぱり24人、まあ、WBC は30人登録なんだけども、そのオリンピックは24人だったんだよね、はい、で1人かけると痛いということで、日本に打診を入れたんだけどもさ、断られた球団もあるし、今更ってもう出せませんよみたいな、まあ、シーズン中だったしね、はい、まあ、そういうこともあったし、だから今はすごいいろいろ案を練ってると思うよ。そうですよね。もう時間がない中で、あ、まあ、負傷なので入れ替えることはもちろん で、まあ、できるよね、はいはい、で早ければ早いほどいいとなって、まあ、なってくる。だからやっぱもう、例えばこの2試合とか準々決勝までは多分いいと思うんだよ、うん、準決決勝だよね。アメリカ行った時の守備力っていうのはすごく重要になってくるよね、はい、天然芝で、うん、土のグラウンドでみたいな、うんうん、まあ、そういう条件が変わるし、やっぱりスペシャリストを持ってきたよね、そういうね。そうですよね。だから源田がそこまで間に合うんだったら俺は置いといてもいいと思うよ。例えばその月指だったら、まあ、テーピングして出てきたじゃないですか、うん、まだセカンドに、まあ、ランナーとしてね、ランナーとして、それは月指で走れないってことはないからさ。あ、そう。でもね、ここの支えってボールに対してのコントロールっていうのは全然変わってくるからね。だからやっぱ相当厳しいよね。これじゃあトレーナーなり源田選手が、まあ、アメリカに渡って準決決勝までに間に合いそうとなる。間に合いそうだったら俺はあの守備力っていうのは外さないよね、うん、ただ、まあ、いやー分からないっていうんだったらもう変えた方がいい。そこはそうですよね、うん、いやそこまでに確実に絶対直しますと、うん、そこには絶対間に合わせますっていうんだったら俺はまだいいと思う。うん、置いといて、はい、まあ、だけどそこもどうかなっていうんだったらもう変えた方がいい。ここはそうですよね、うん、もうこれはもう非常になるしかないよね。そうですよね、はい、で戻ってからはシーズンが西武で戦いがあるわけなので、もちろんもちろん、そういうのを加味した上でのってことにはなると思うんですけど、ね、じゃあ代わりの選手誰入れるとなった時、ショート誰をっていういろんな、まあ、坂本がいいよね。いや、もう、まあ、辞退してるからなこれはあるんですか。で、わかりました。いや、それはあるよ。もう窮地だってなったら、はい、じゃあ一回断りましたけど、うん、よろしくお願いしますって入ってくる可能性もあるよね、うん、まあ、ゼロではないってことですけどね、うん、だって源田でいけませんかみたいな、うん、そういうことも話し合ったと思うんだよね、うん、まあ、僕もシーズンやっぱこう勝負の時年だしみたいなことになればやっぱ断ったと思うしね、うんうん、でももう日本チームがもう窮地で誰もいないっていうふうに頼まれたら、じゃあ力を貸しますみたいな、うん、そういうことも泣きにしもあらずだな。まあ、ただ、まあ、今宮とか、あ、ソフトバンクの、はい、まあ、次に続くっていうのは今宮しか名前が浮かんでこないんだよね。ショートってそんな手薄でしたっけ今。うん、まあ経験不足というかさ、あ、まあ小園もいいけどね。あ、小園が今どういう状態にあるかという、ね、はい、こともあるし、まあ中日のリュウクね、はい、それから、うん、森ね、 DeNA の、うん、まあ、長岡っていう手もあるけどな。ヤクルトから、そうですね、うん、あ、まあ、1シーズン出たしね。ですよね。で長打も期待できそうです、うん、まあ、長打はもうとりあえずはいらない。あ、そっか、もうあのメンバーだと、そっかそっか。で守りだけだと上川畑とか、まあ、大和とか
勝負強さあるしね。ああ、ベテランですよね。まあ、小深田とか山崎とか、はい、まあ、名前は上がるんだけどさ、源田とか今宮とか坂本とかそこまでは全然いってないんだよね、うん、まだ そうですよね。いける可能性のある選手ばっかりなんだけども、うん、まあ、まだいってないしね。そうですよね。でいきなりここで呼ばれて国際大会でショートという非常にあの、ね、要の守備につく、いやプレッシャーかかった時にどういう守備になるか分かんないけどさ、うん、それはやっぱ難しいよな。難しいですよね。現代以上の守備を誇れる選手人っていないからね。まあ、今宮選手とかって国際経験も豊かですし、うん、なんか安定してるのかな、まあ、年齢的なこともあるかもしれないですけど、まあ、豊かではないんだよね。あ、そこまでそう、今宮はね、やっぱ坂本が第一人者でいたし、その後の守備固めって言ったら源田が入ってたし、うん、だからそんなに豊富ではないんだけど、今宮のまあ気持ちだとか、うん、プレースタイルだとか、うん、これはもう堅実だしさ、はい、やってくれるとは思うけどね。あのヤクルトに今名前あった長岡選手もこれはありじゃないかな、まあ、なくはないよね、はい、あの非常に守備も安定してきたし、はい、まあ、バッティングの方もね、まあ、とりあえずバッティングはいいとして守ってくれればいいよ、うんうん、そうですね。今の状態から、ね、チームジャパンの状態から見ると守り、まあ、そうだね、うん、森はちょっとなまだ若いっていうかさ、うんうん、実績が足りないというかね、まあ、そんなところもあるし、中日のリューク選手もちょっとしたミスもあったりとかも出たりしますしね。まあ、そうだね。まあ、小園かな。じゃあ、まあ、小園選手はね、なんかそういう気合っていうか勢いというか持ってそうな、うん、アマチュアの時から国際試合とか、はい、そういうのは非常に経験豊富だからね、うん、小園はね、はい、まあ、あの性格で明るいし、うん、まあ、スッと入っていけるかなとは思うけどね、うん、でもこれはやっぱ大変なことだよ。守りの要だからさ、ここら辺で守備の破綻があるとやっぱ大変だよ。そうですよね、うん、韓国戦でね、はい、まあ、村上が投げた球を岡本が弾いたりだとか、うん、はい、あれはもうどっちもどっちなんだけどね。あの高めのあのね、いやもう岡本も不慣れだからランナーに気をつけてたらやっぱ取り損ねたっていうこともあるし、やっぱ牧の動きっていうのはね、フットワークという意味ではやっぱ物足りないし、うん、で中野ね、岡田監督が、まあ、ショートは不安だから、まあ、セカンドにする、 その不安な中野をショートで使わなきゃいけないという苦しさはあるよね。ありますよね。で一応こう紙面ではあの牧原選手、追加招集された牧原選手、うん、ショート守れないことはないみたいな。いやそんなね都合で言うなですね、もうね継ぎはぎじゃないんだから国際大会ですよ、ね、いや日本っていうさMLB の次ぐらいに、はい、うん、日本のプロ野球っていうのは君臨しててね、はいはい、そこがとりあえずできるからっていう選手しか招集できないっていうのは寂しいじゃない。なんか本当そうですよね。いや負けあらは負けあらでもセンターで使って外野で使ってあげた方がいいよ。そうですね、選手のためにも。そんな今更俺キャンプの時は内野の奥一歩向けてねえよっていうようなやつがさ世界一取ろうかっていう時の、はい、やっぱショートやらない、やらせらんないだろう。ちょっとそれはそうですよね。いや怖いよ本人のためにもチームのためにも、チームのためにも、まあ、本人もいやちょっと待ってくれよって来るんじゃなかったよみたいな思うよ。そうですよね。あとはチームが出すか出さないかっていうところもあると思うんですけど、まあ、そうそうだな、この時期なので、やっぱこの時期にチームとしては出すのも困るってことですか、出されるのも。いやまあそんなこともないけどさ、うん、ソフトバンクって、うん、結構出してくれてんじゃん。センター見たら最後全部ソフトバンクあ、そうだ、あのセンターっていうか外野あ、そうだっけ、はい、で、牧原修斗こんちゃん、あ、そうだな。いや、だからまだ協力しなきゃいけないからまあまあ、でもね、王さんが第1回の優勝監督でね、はい、今ソフトバンクの会長さん、はい、やっぱ頼まれたら出すよね。そう、いや、そうですよね。あ、なんか今宮もお願いしますよみたいなそうですよね。いや今宮もやっぱこう源田と双璧ぐらいに前にショートだからね、はい、一番手としたら今宮だと思うよ。まあ俺だったらね、うん、栗山監督がどういうふうに考えるかわからない、うん、まあ長岡にするのかとか、はい、まあそういういろんな方面から考えてるよね。そうですね、うん、長岡来たら村上がなんかいいかもわからないね。相乗効果で、うん、あ、そうかもしれないですね。村上の後輩でしょ。あ、そう
なんですね。でも隣同士でねずっとやってるので、あ、そう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 、うん、だから胸さんとか言って来てくれるとなんかほぐれるかもなんだよね。まあそういうね効果もね ありますからね、はい、もうこういう大会を開いて怪我っていうのが一番嫌だな。でも本人この後シーズンもあったりもしますし、まあね、本人としては目あることなんで出たいっていう気持ちも、まあ、そりゃ絶対そうだよね、うん、ある中でなので、まあ大事に至らなければいいけどね、うん、そうですよね、はい、まずは、うん、そうですね、祈りたいと思います。はい。